森下&佐藤テルの先生アベック団を0勝8でストップ。負けました。負けたで。また明日からや。まあ明日頑張れ。1点くらい返すかと期待したが。近本もセンターや。メイスの連敗をうちが止めてやったで。これぐらいはっきり負けた方が悔しさは薄れるもんやな。連勝も連敗もいずれは止まるよ。4-1-0とか岡田の系統が作り出した得点やろ。捨て試合に仕上がった。岩佐がなんか出すからやろがアホが。石井ちゃんと厳しき温存できてよかった。この二人の偉大さが身に染みた試合でした。大竹が吐き出してなければ岩佐なんかで手こず勝ちかでてきたやろな。お疲れ様。明日以降坂本の顔を水に澄みますように。坂本はもうダメだ。今季はもう全部梅野で行ってほしい。それやったら梅野バテるから周一かには別の星使わんともいい。梅野よ、長須賀一、中川一ってとりあえず鳴らしていこう。今日はあれよ、調子悪い日。しゃあないな。7回同点で岩佐田送るほどの駒不足なんやろ。実際そうやろな。うまくいけば儲けもんみたいな感じだと思う。石切りばっかり使えんし、結局その2人しかおらんのが現実やったけど。まあ負ける日もあるわ。明日明日。ストレスたまる負け方や。とりあえずアイブラック兄弟のホームランが出たことが救いやな。負けても気は紛れるわ。坂本は去年ほどの良さが全くないな。これなら若手星でええやろ。まあ明日も森下テルが打つよ。負けたのはあれだけど敗戦処理だし。負けてもいいけど負け方ってのがあるわ。後味悪い。まあさすがに連勝しすぎたし、いつかは負けるわな。明日勝ってアウェーで2勝1敗なら勝できよ。まあ今日は ST 出先休ませれたからええやん。明日からまた連勝回避すればええだけ。あんまり連勝するとリリーフ消耗するからな。まあ勝ちパターン使わなかったからええわ。今日もかすってなったら石切り式使ってたろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。